こんにちは、吉田友発見動画チャンネルの吉田友です。今日は町田市内にあります町田市町田調理専門学校に来ております。今日は文化祭が行われておりました。ところで今上の方の建物ですが、豚汁のコーナーがありまして、豚汁を頼もうと思いましたら人気がありすぎてもう売り切れでした。私がいただく頃にはあまり入ってないものなんですが、美味しくいただこうと思っております。この後いただきますので、すいません。お箸を割るのが難しい。ではいただきます。肉と、人参がありました。非常に美味しくできております。今日は町田市調理専門学校の文化祭に来まして、美味しく今豚汁をいただいたところです。先ほどは海鮮丼盛りを使う食堂でいただきました。ごちそうさまでした。終わります。